天文学史、天文学史、天文学史、英語、History of Astronomy は、天文学の歴史についてのことである。その歩みは、人類の歴史と共にあったと言っても、過言ではない。天文学の起源は暦を作ることから始まったと考えられている。人類が農耕を行うようになると、農作物の栽培や収穫に最適な時期を知るために一年周期の季節変化を正確に把握する必要が出てきた。一方で、人類は太陽や星々の観察によって、季節が変化する一年という周期が、恒星の位置及び恒星に対する太陽の位置の移り変わりの周期でもあることを知っていた。さらに、月が1ヶ月周期で満ち欠けすることも知っていた。したがって、月の満ち欠けの周期と太陽や恒星の位置変化の周期との関係が分かれば、月の欠け具合を見ることで、今日が1年の中の何日目かを知ることができる。これが、暦の始まりである。故に、古代の暦法は、月の満ち欠けを基礎にしたもの、太陰暦だった。しかし、太陽の運行に基づく一年は、月の満ち欠けの周期、錯傍月の整数倍にはなっていないため、そのままでは、太陰暦による10月は、太陽暦における9月、8月などに次第に、ずれていってしまい、麦は10月に巻くなどとは言えなくなってくる。このため、暦と実際の観測結果を比較して、太陰暦にうるう月などの補正を入れることで、太陽年とズレを生じないように絶えず暦を作り変えてきた。このように、いかに正確な暦を作るかを追求することが、古代における天文学の主要な役割であった。世界で初めて月と太陽の運行周期を体系化したのはメソポタミアである。早くも、紀元前3000年の時点で19年を単位とし、そのうち特定の年を12ヶ月、別の特定の年を13ヶ月と置くことで、月と太陽の運行のズレを吸収した。一方、エジプトにおいては月と太陽の運行の関係は重視されなかった。これは一定の周期で氾濫を繰り返すナイル川の洪水のためである。天文学よりも水測定が発達し、水位の変化によって1年が365日からなることを割り出した。エジプトの暦法は新月を区切りとし、12回の新月の間隔を観測に基づかずに30日と置き、1年の最後に5日を足して、洪水の周期と合わせるというものであった。エジプト暦は、数学的には美しくないが、最も実用的であり、以後3000年以上にわたって利用された。現在の暦も、メソポタミアではなく、エジプトの暦法を組んだものである。太陽系に所属する惑星のうち、水星、金星、火星、木星、土星は何ら観測器具がなくとも肉眼で観察できる。したがって惑星がいつ発見されたのかは不明である。しかしながら惑星が天球上で恒星とは異なった運動をすることを発見し、惑星に命名したのは紀元前2000年頃のメソポタミアである。メソポタミアの命名は現在の惑星の名にも残っている。ギリシアのタレスは紀元前585年の日食を予言した。メソポタミアでは惑星同士の接近に占星術上の意味を見出していたため、食の研究が進んでいた。タレスの予言もメソポタミアの手法を用いている。金星は地球よりも内側を公転しているため、日没後もしくは夜明け前にしか観測できない。古代においては、日没後に見える、宵の明星と、夜明け前に観察できる、明けの明星は、異なる星だと得られていた。この二つの惑星が同じものだと発見したのは、紀元前500年頃のピタゴラスである。ピタゴラスは金星にアフロディーテと命名した。ギリシアのフィロラオス以前は、宇宙の中心は、不動の地球であり、その周りを太陽、月、惑星、恒星が周回していると考えられていた。紀元前500年頃、フィロラオスは地球や太陽を含むすべての天体が目に見えない宇宙の中心の火の周りを回転していると考えた。ただし、フィロラオスの説は観測データに基づいておらず、根拠がないと考えられたため、これを受け継ぐ学説は生まれなかった。一方、ギリシャのヘラクレイデスは、金星と水星の位置が太陽から一定角度以上離れないことを根拠として、水星と金星が太陽の周りを回っていると考えた。ヘラクレイデスは地球が不動であることは疑わなかったが、初めて合理的な天体の運動体系を作り上げたと言える。天体の位置を座標で表すことに思い至ったのもギリシア人である。紀元前350年頃、ギリシアのユードクスは世界地図を作成した。次に、世界で初めて世界地図に相当する製図を作り始めた。ユードクスが優れていたのは、基準となる座標を北極星にとり、北極星からすべての方向に広がる放射状の線、設計とこれに直交す線、積を考案したことである。これにより、正確な製図を作成する基礎ができた。天体の直径に関して、古代の人々が、どのように考えていたのかは、はっきりわかっていない。しかしながら、天球に開いた針穴やかがり火、窓などの比喩で語られていることから、小さなもの、少なくとも地球より小さなものと考えられていたようで、ある。ギリシアのアナクサゴラスの説は、これとは異なり、紀元前450年頃、太陽の大きさをギリシアに匹敵するものと唱えた。アナクサゴラスは世を惑わすものとして、アテネから追放されてしまった。実験的に天体の直径を測定しようと試みたのはギリシアのアリスタルコスである。紀元前280年頃、月食時に映る地球の影の大きさから月の直径を地球の 1.3 と計算した。実際には 1.4。さらに三角法を用いて月の直径から太陽の直径を算出した。基本的なアイデアは半月の時点においては、地球、月、太陽が直角三角形の形に並ぶ、直角が月に相当というものである。月と太陽の主直径が等しいこと、これは日食から容易に推測できる、月の直径が分かっていることから推論を進めた。光学観測機器が一切利用できなかったことから、太陽の位置が月の20倍、実際には約400倍。太陽の直径が地球の7倍、実際には約108倍と数値的には正しくなかったが、天体の直径が地球と同等かそれ以上であることを合理的に計算したはアリスタルコスが初めてである。なお、地球の大きさを三角法を用いて決定したのはギリシアのエラトステネスであり、アリスタルコスの約40年後のことである。あとは月までの距離が分かれば、重要な数値がすべて揃う。月の直径を測定により算出したのは、ギリシアのヒッパルコスである。エラトステネスの90年後、紀元前150年であった。ヒッパルコスは三角法の正確な数表を作り上げ、角度から辺の長さが分かるように準備した。その後、地球上の異なる点から月を観察し、示唆によって生まれる。特定の恒星と月の位置関係の変化をまとめた。これによって地球月間の距離は地球の直径の30倍であるとした。エラトステネスが計算した4万キロメートルという地球の楕円の周長に当てはめると月までは38万4000キロメートルと計算できた。21世紀の現在では月の平均軌道半径が38万4400キロメートルとわかっている。古代の天文学は、裸眼で見える範囲での天体の運動について、観測と予測をする程度のものだった。その中で、古代ギリシアの人々は、等級、N 等星の仕組みを作り、天文学に大きく貢献した。また、より古代から伝わった星座と十二宮を、はっきりと定義したのも彼らによる。古代ヨーロッパでは、占星術と天文学の呼び分けはなく、天体の位置や運動が人間や国家の運命を左右したり、未来を予言すると考えられていた。ローマ帝国滅亡後、ヨーロッパではアリストテレスの自然観がキリスト教の教義と結びつき、自然界を実証主義的に観察し計算し解釈するという古代ギリシャの自然哲学に代表される自然観は否定れた。これによって天文学も停滞し、代わってアラビア科学のアラビア天文学が発達した。フアーディズミはインドの天文学や数学を取り入れて、大数学や数理天文学に関する著作を残した。バッターニーは、私立天文台を設けて、41年間にわたって、球面三角法を用いた正確な観測を行って、489個の星の構成表を作った。また、観測から、黄道傾斜角や太陽の円地点の位置が移動することを発見し、黄道傾斜角を割り出した。その他、太陽の離心率、毎年の春分点の歳差の55の値、太陽と月の運動の詳しい表、月の平均運動を改定したり、太陽と月の大きさの変化を調べて、プトレマイオスの天文学を改良した。このため恒星の固有名は大部分がアラビア語に由来している。また、アラビアでは歴法の改良などが行われた。16世紀、ルネサンスが勃興し再びヨーロッパが天文学の中心となっていく。ギリシア時代に提唱されていた地動説が再提唱されて議論されるようになった。また17世紀初頭には望遠鏡が発明され、今まで肉眼では見えなかった天体の観測が可能となり、飛躍的な観測データの蓄積が行われていった。ヨハネス・ケプラーは観測結果に基づいて、ケプラーの法則を導き、アイザック・ニュートンはそれを説明する万有引力を提唱した。望遠鏡の発明とニュートン力学の成立が18世紀から19世紀にかけての天文学の発展の原動力となった。例として、1727年には高校差、1838年には年収視差が発見され、地動説が観測的に証明された。イギリスのハーシェルは妹カロラインともに望遠鏡を制作。1781年には天王星を発見し、1800年頃には赤外線放射を発見した。天王星の運動のズレから計算によって新たな惑星の位置が予言され、その予言の通り1846年に海王星が発見された。19世紀中期には分光学が起こり、それまで単に望遠鏡で天体の位置、形状、明るさを観測するだけだった天文学に天体からの光を分光してスペクトルを観測するという画期的手法がもたらされた。スペクトルを観測すると天体に含まれる元素についての情報を得ることができる。また、天体のスペクトルを実験室でのスペクトルと比較することでドップラー効果によるスペクトルのズレがわかり、その天体が持つ速度に関する情報を得ることができる。このように天文学に分光学の手法が取り入れられることによって、天文学から天体物理学という分野が派生、発展するようになった。なお、太陽系は星雲から生成されたというカント・ラプラスの星雲説で有名なイマヌエル・カント、惑星軌道論でニュートン批判を行ったゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルなど、有名哲学者は初期には理論天文学論文を執筆していた。同じく19世紀には写真術が発明され、肉眼で観測できないような暗い天体でも長時間露光の写真撮影によって観測できるようになった。これにより太陽系天体と恒星に限られていた天文学の対象が星雲や銀河に拡大していった。また20世紀に入ると宇宙の様々な天体から電波が放出されていることが発見され、電波天文学が始まった。これにより、可視光での観測に限られていた我々の宇宙に関する知識はさらに広がることとなった。20世紀後半には人工衛星が打ち上げられるようになり、地上からは大気の吸収によって観測できないガンマ線、X 線、紫外線、赤外線など、様々な波長の電磁波で宇宙を観測できるようになった。日本の天文学は主に中国の天文学が移入され、それが発展したものである。6世紀頃の飛鳥時代に百済から渡来した人々が中国の暦を日本に伝え、日本でも暦法が行われるようになった。日本書紀によれば、推古天皇10年、602年に百済の僧侶、漢読が天文、地理、以の書籍をもって来日したのを始まりとし、同36年3月2日、628年4月10日に日食が起こって、空が真っ暗となり、数日後に天皇が崩御したという。ただし、今日の計算では、部分日食だったと推定され、日本書紀の記事には、弊社の脚色が一部加えられていることが明らかになっている。7世紀から8世紀にかけて、律令制国家が確立すると、朝廷に陰陽寮が置かれた。陰陽寮にはそれぞれ天文博士、天変の観測、暦博士、暦の管理、漏刻博士、時刻の管理、陰陽博士、占術などの役職が置かれていた。奈良時代から平安時代にかけては、天変、日食、月食や神星の出現などの空の異変は、天皇や国家の協調であると考えられており、これらを観測して天皇に密奏したり、異変の意味を解釈して協調である場合には、呪術や祈祷を行うなどが陰陽寮の役割であった。また、当時の天文学は天変を観測する、天文道や暦を作成する、道によって構成され、天文博士や暦博士によって教育されていた。陰陽師として有名な安倍の晴明は平安中期の天文博士である。これら陰陽寮の各役職は一種の特殊技能であったため、安倍氏や賀茂氏といった特定の家系の世襲となった。逆にこうした家の出身者以外の者が天文に関わることはタブーと考えられるようにな。今鏡には東大随一の赤学であった藤原道教、信西があらゆる学問に精通しようとして天文にまで通じたために、かえって平治の乱で命を落としたとする故事を載せている。暦は9世紀半ばまで、その時々の中国の暦を採用していたが、遣唐使の廃止などによって中国との往来が途絶えると、862年の先明暦の採用を最後に、改暦は長く行われなくなった。これによって、暦の誤差は、その後800年にわたって累積することとなったが、江戸時代の天文学者、渋川俊海が、中国の元の暦を元にして、上京暦を作り、改暦を行った。この功績によって俊海は、江戸幕府に新設された、天文方の職に就いた。これ以後、朝廷の陰陽寮が言ってきた暦の編纂は、幕府主導で行われるようになった。また、この頃に、井口常範の天文図解や西川助賢の天文議論などの天文についての書籍が刊行されるようになり、人々に天文学に関する知識を広めるきっかけとなった。江戸中期には、将軍、徳川吉宗によって本格的な西洋天文学の導入が図られ、在野の天文学者でありながら、独自の計算で日食を正しく予報したリケ・ヘプラーの法則を独立発見した浅田剛龍や剛龍の弟子で後に幕府天文方となった高橋義時などが現れた。義時は相田重富と共にケプラーの楕円軌道理論を取り入れた完成暦を編纂し、マタイの宇多田隆の師として彼の日本地図作成を助けた。また、コペルニクスの地動説は本木義長、柴孝寛らによって、ニュートンの万有引力の法則は、志月忠雄によって、日本に紹介されている。なお、密教由来の宿陽道の系統を引く趣味山説を支持する仏教像は長年にわたって、陰陽道の歴学を批判し続けてきたが、ここに来て、西洋天文学の流入に危機感を抱いて、盆暦運動を起こした。仏国歴小編を表した円通は、伊能宇多田隆や武田誠元らと激しく対立したことで知られ、円通の流れは、幕末の佐田懐石へと継承されることとなる。明治維新以降になると、西洋天文学が本格的に日本にもたらされた。だが、工業化とは直接的には無縁であった天文学は、他の科学に比べて、新政府の関心は低く、明治当初にはかえって危機的状況に置かれていた。江戸幕府の天文法が廃止されて、陰陽寮が日本の天文暦法の一切を統括することが決められたからである。土帝春夫、陰陽統や佐田懐石、仏教思想からが聖人の教えに反するとして、西洋天文学を禁止するように強く働きかけた。だが、太陽暦の導入や、新設の海軍省から公海上の安全確保の観点から西洋天文学導入の必要性を訴える意見が出たことによって政府も天文学研究に本腰を入れるようになった。江戸幕府の洋学賞をルーツとする東京開成学校が東京医学校と合併して1877年に東京大学が設立されると理学部声楽科が設置され、翌年には天文台として声楽科鑑賞台が作られた。鑑賞台は1888年に東京天文台となる。この東大理学部声楽科出身の代表的な天文学者として緯度変化の Z 項を発見する等大きな業績を挙げた木村久や初代東京天文台長の寺尾樹などがいる。ちなみに声楽とは旧来の天文学という単語があまりにも古風で近代的な学問の名としてふさわしくないという考えから生まれた呼び方であるが、あまり定着はしなかった。1887年には、荒井幾之助、戊辰戦争で幕府方の将として活躍したことで、著名のグループが、新潟県三条の栄明寺山で、皆既日食観測を行い、8月19日に、杉山正治が、日本で初めて太陽コロナの写真撮影成功させるなど、日本の天文学も徐々にではあるが次第に国際的な水準に追いつくようになっていった。昭和に入ると物理学者の中から天体や宇宙を研究対象にする研究者が登場する。代表的な人物としては京都大学理学部で湯川秀樹研究室に所属し、林フェーズと呼ばれる主系列前の恒星が明るく輝く時期を発見した林忠志郎が挙げられる。最近では、ニュートリノ天文学を開拓し、ノーベル物理学賞を受賞した、小柴正敏なども、物理学科出身の極務者である。従来の天文学者と区別するために、彼らを宇宙物理学者と呼ぶこともある。以上は、アカデミズムの世界で活躍する研究者たちを中心として記述した日本天文学史だが、天文学者の中にはアマチュアへの普及、指導で名を残したものも多い。古くは、東亜天文学会、OARの創設者、山本一成や日本天文研究会の創設者、神田茂が、今日では、日本偏光性観測者連盟、ベッセル時の代表を務めている、西条圭一が、その代表的な例である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。